学校心理学とは学校教育の現場において心理教育的援助サービスの充実を図ろうとする学問である。学校心理学の概念は石熊力が学校心理学教師、スクールカウンセラー、保護者のチームによる心理教育的援助サービスで学校教育と心理学を統合する学問体系として提唱した。学校心理学に基づく援助には 具体的にアセスメント、カウンセリング、コンサルテーション、コーディネーションなどがある。また、特別支援教育の現場で用いる具体的な手法も提案している。学校心理学に関する学会としては、日本学校心理学会があり、学校心理学に関する研究の活性化が図られている。学校心理学に関する各種の研究は研究し、 学校心理学研究に掲載されている。福沢兼介、石熊力、小野瀬正人責任編集、日本学校心理学会編集の参考書、学校心理学ハンドブックは、学校心理学の研究成果をまとめた小型の書籍で、ある。また、学校心理士資格認定委員会編集の、学校心理学ガイドブックは、学校心理学の基礎知識が整理してある。 学校心理学に関する資格としては学校心理士がある。5学会及び4連携学会からなる学校心理士認定運営機構が認定している資格である。学校心理士は生徒指導や教育相談の担当、特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラーなどとして活動している。ありがとうございます。